ドロー。完璧じゃない？完璧なの？え、何色にしよっかな。いや、それがね、超楽しいんだよね。わかるわかる。かわいいよ。あ、広瀬かわいいよ、いいよ。積み方ね。それ本当に詰めてる？河野まりかの声優プレイ。わー、またまたやってまいりました。広瀬ゆうきさんとともにやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい、ボードゲーム愛についてちょっと語ったりとかね、広瀬ちゃんと一緒にゲームしたりしていきたいと思っております。広瀬ちゃんはボードゲームとかやります？ボードゲームね、あの、噂に聞くぐらいでやったことないの。あ、そうなんだ。うん、私はですね、皆さんが家族とかで触れてきたようなボードゲームも好きなんですけど、うん、ちょっとコアなボードゲームとかも集めていて、家に数えた時に70個以上あって、うん、やばー70個全部やったことあるの？あるある、あって、本棚に本以上のスペースを使って。いや、プロじゃん。プロ？うん。何のプロ？ボードゲームのプロ。そんな私がですね、うん、今回ちょっとご紹介したいおすすめのボードゲームがあるんですよ。はい、じゃじゃーん！枯山水。めっちゃ渋い。でしょ、うん、めちゃくちゃ可愛いおじいちゃんがですね、表紙のこのボードゲームなんですけど、わびさびって感じ。枯山水ってそもそもご存知ですか？日本の庭的な。あ、まさにその通り。あ、合ってた。うん、日本庭園で、うん、あの、大体が池をね使って、うん、あの、どこにねその池を水源を配置するかみたいな美しさもあるんですけれども、枯山水っていうのは、うん、あえてその水源を使わず水を使わない状態で砂で水を表現する。あ、こういうやつ。そう、皆さんご存知かわからないんですけど、砂でね渦があったりとか。ある。そうなの。あと砂の波をね表現してたりとかするんですけれども、うん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 、ああやってね、あの、水を使わない状態で表現するっていうお庭の表現方法なんです。ね、枯山水っていいよねって今話聞いてて思った。うん、待って待って、どういうこと？薄っぺらい感想だな。声優プレイ。はい、というわけで並べてみました。圧巻ですね。すごい。な、岩？そう、枯山水って砂の流れとかがね、うん、フィーチャーされがちなんですけど、うん、もちろん岩もね設置されていて、うんうんうん、この石一つ一つの設置方法とかも結構熱いところがあるんですよ。はー、まあ、ちょっと渋いゲームですが、ルール説明していきましょう。うん、はい、まずはですね、ここの自分の手前にあるボードありますね。うんうん、このボードが自分のお庭になります。3マスかける5マス、うん、全部で15枚のタイルを置けるようになっているんですね。うんうんうん、で、何のタイルを置くかというと、ここに置いてあるタイルなんですけど、今ね、どんな模様が描かれているか分かりません。ランダムになっております。そして、まあ、このね、自分の駒を操っていくわけなんですけど、うんうんうん、先にですね、この作定家カード、そして名庭園カードっていう2種類のカードがあるので、うんうんうん、これを1枚ずつ引きたいと思います。人と庭ね。うん、1枚だけテストとして皆さんに見せますと、こんな感じでね、名庭園カードの中に三角三角星ってね書いてあると思うんですけど、この三角なんぞやっていうと、ここにねボードに説明でずっと書いてあるんですけど、三角は縦石かっこ小ですね。で、星っていうのは何でも大丈夫です。何の石でも大丈夫っていう意味合いを持っています。なので、この 3×5 マスのお庭の中のこのマスにこの種類の石を置けば、うん、右上にあるこのポイントが加算されますよっていうね、自分のポイントなんだ。そうなんです。うん、自分の庭を作る時の指針になります。うんうん、じゃあ1ターン目、まずこちらのタイルを引いていただいてもよろしいですか？好きなとこから引いていいの？はい、はい、一緒に見ましょう。どんなやつでしたか？これです。あー、苔が入ってますね。素晴らしい。あ、そうなの？はい、ちょっとこのお庭、こっちが自分が座って座禅をしていると。なるほど。あと、こっちから見てると、はい、縁側だと思ってください。うん、縁側から見てると、はい、うん、そこから見て、うん、左上か、うん、左下から必ず始めてください、うん、というわけなので、この苔を、はい、上か下に配置しましょう。じゃあこれで、お、いい位置ですね。じゃあこれで前半ターンは終了になります。うん、はい、後々ね、2枚目3枚目ってタイルが増えてきた時に追加ルールがあるので、後でやりましょう。後半ターンに行きたいと思います。後半ターンできることは、はい、もうタイル置き終わったので、うん、後々石をどこかに置かなければならないと。うんうん、はい、ただこの石を置くためには徳というものを積まなければいけないんです。そうなんだ。そうなんです。徳ってどうやったら積めるのか、うん、座
禅をしましょう。座禅をするの？座禅をすれば。それマストなの？はい。マスト？マストです。座禅をするとどういうことがあるのかっていうと、うん、ここにある駒をね、うん、ここ今0のところにあります、うん、駒を1ポイント貯めることができます。へー、はい、座禅ポイント。なので一番最初だから座禅しときましょうか。座禅ってどうやってやるの？あ、座禅しますってやるだけ。なんだ、本当にふーんってやるのかと思った。違う、1分ぐらい。違う、ごめんなさい。あ、そう、それちょっと雰囲気壊しちゃったかな。座禅しますね。あ、座禅してください、すいません。徳が1ポイント貯まりました、うん、1ポイント貯まると、うん、現時点で横石と交換できるようになりますね。はい、これ自分で横石と交換するときにまた後々説明したいと思います。前半後半にかけてフェーズがあるというところで、うん、広瀬ちゃんのターンはこれで終了です、うん、なるほど。なので私のターンいきたいと思います。じゃじゃん、これ。あ、苔ない。苔がない、うん、しかも渦の 半円くらいがありますね。本当だ。とりあえず私は左下に配置したいと思います。はーい、はーい。これで前半が終わり、後半も私徳を積みたいと思います。座禅明日。ありがとうございます。なるほど。これはやってもやんなくてもいいの？はい、やんなくて大丈夫です広瀬ちゃんの2ターン目いきたいと思います、うん、はい、前半フェーズこちら引いてください。はい。あ、お、砂。あ、これもいいね。いい、川の流れを表現してますけれども。へー、はい、あ、一緒一緒か。上下どちらでも大丈夫ですよ。はい、置きました。お、2つ目のタイルが置けたので、そう、移動することもできるようになりました、うん、ただ移動しちゃうと後半フェーズ終わっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そう、座禅組むことができなくなっちゃう。あ、座禅組みたい。組みたいよね、うん、っていう時は、うん、移動しないで座禅組みますって言って、また座禅を組む。あ、わかりました。あ、座禅組みます。どうぞどうぞ。ありがとうございますじゃあ次私のターン、うん、結構テンポよくいけるでしょ。テンポよくいける。お、苔ある。うわ、何、ダメなの、その苔は。この苔超厄介なの。あ、そうなんだ。そう、一番厄介な形の苔なの、これ。末広がりじゃないですか、うん、これはね、閉じるのが結構大変になってくる苔なんです。一回やっちゃうと、まあ、ただ正直この苔いらないなって思った時に廃棄することができます。あ、そうなんだ、はい、かわいそうに。廃棄することができるんですけど、うん、得ポイントを1失うことになるんです。そうなんだ。やっぱ物を捨てるとね。そうよ、うん、一回でもね、保留もしたいと思います。そう、保留できるんだ。実はこの端っこのところに1枚だけ保留できるようになってるので、うんうん、保留にします。はい、広瀬ちゃんの誕生、はい、引いてください。よいしょ。あ、また川の流れ系の。おー、いいね。やつ結構つながりやすいんじゃないですか。す、ね、下にも横にも置けそうな。そうだね、下にしようかな。はい、うーん、じゃあ後半フェーズいきましょう。座禅組むの？座禅組んでもいいし、うん、石を買うこともできるんですよ。あ、そうなんだ。もうね、ポイントも結構たまってるから。なるほど。三角のやつが買えるんだよね、2以上だと。そうなの。え、何色にしようかな。いや、それがね、超楽しいんだよね。わかるわかる。黒にしようかな。いいですね。黒にします。これを買いました。これ買ったらどうなるの？買ったら置ける場所が限られていて、うん、自分の真上もしくは自分の上か下のタイルに置くことができます。あ、そうなんだ。まだ置きたくない。まだ置きたくない、うん、じゃあ買わない方がいい。もうかちょっと、うん、続いて私のターン、うん、ドロー。これです。なんか可愛い。完璧じゃない。え、完璧なの、うん、この苔はですね、自己完結してる苔なので、うんうん、とても運がいいと思います。どこに置いてもいいってやつか。どこに置いても大体ハマるからね、うんうんうん、なので私は隣に置きたいと思います。なるほど。やっと進めたよ。かわいい。はい、うん、そして徳を積みます。はい、新しいやつ。本当に積めてる。集中の仕方っていうのは人によって別々にあっていいと思うんだよね、うん、あ、そっか、うん良くない空気だな、これ。え、そう、うん、楽しい。私今めちゃくちゃ。ほんと？よかった、うん、伝わってるかな。あ、でもね、普段の私たちこんな感じなんですよじゃあ続いて広瀬ちゃんまたお願いします。これ、わお。あ、いいね。いいの？うん。で、置けばいいんだよね、うん、はい。徳積もうかな、じゃあ。いいよ。徳を積みます。はいどうしようか。アイドルっぽい徳の積み方してる。アイドルっぽい時の いいよ、広瀬。いいよ。あ、かわいいよ。あ、広瀬かわいいよ。いいよ、積みましたはい、私のターンいきたいと思います、うん、じゃーん、これ。あ、苔だ。いい苔じゃない。これはいい苔だ、うん、うん、なので終わらせやすい。ここに、ね、いいとこに置けた。やったー、うん、あれ、そして
もしかしたらこれもつなげられる？つながる。あ、すごい。つながる。あ、すごい。つながるけど、まあ終わり方は難しいかもだけど、うん、つながるので置いちゃいます。すごいすごい。キープしてたやつはいつ置いても大丈夫です。うんうん、ちょっと私、うん、岩をそろそろ置きたいと思います。これです。白い岩。まあ、いいね。はい。ここに置きます。お、石を買ってしまったので、うん、得ポイント減るんですね。減るんだ。で、何ポイント減るかというと、どの石を購入してもゼロに戻ります。え、そうなの？じゃあ大体の流れはもうね、結構分かりました。分かった。タイルを並べて、で、石を置いて、うん、得を積むゲームだ。そうだ。合ってる？合ってる。最終的に綺麗な自分の枯山水ができればそれで OK、うん、ね、心のままに素敵な庭を作ればいいんだよね。そうなんです。分かった。分かったよ。では、うん、やっていきたいと思うんですけれども、うん、罰ゲームを。また？今回ね、我々の得意科目をね、生かした感じでいいと思うんですよ。得意な罰ゲームって何？はい、まあ、これです。どれ？このおじいちゃんに。おじいちゃん。アテレコします。え、それ得意なの、マリンカ？いや、まあ、アフレコですよね。アフレコという分野において我々ほら、声優じゃないですか。そうだね。はい、どんな性別だろうと、どんな年齢だろうと、演じ切ろうと、ね。チャレンジ精神大事。声優プレイ！ここからは勝負ですよ、はい、再開していきましょう。頑張ろう。おお、苔でした。おお、苔ね。つなげちゃおっかな。おお、え、だって苔あればあるほどいいんでしょ、世の中。まあ、苔あればあるほどポイント加算されるね、うん、そうだね。服を積みます。はい、どうぞ。私のターン。じゃん。おお、あ、いい苔。あれ、あー、繋がらないね。絶妙にいらない。うわー、くー、取っといても邪魔なだけかな。でも得が0ポイントなので、うん、廃棄することもできないんです。あ、そうなんだ。得がないと置かなきゃいけないの。得がないと置かなきゃいけない。得って大事。得大事。みんな得を積んでね、うん、じゃあ確保します。はい、はい、プラス得を積みます。座禅、うん、どうぞ。あ、なんか、あー、なるほどね。まんまるが、え、じゃあこれここにしか置けなくない。まま進めようかな。進めてターンエンド。オッケー、うん、じゃん。おー、あ、またいいやつ。なんか、わー、いらない。とりあえずでもここに置くしかないんだよな。続いたな。はい、丸々が続いちゃいましたけど。丸が続いちゃったな。はい、そして私は徳を積みます。うん、カード引きます。じゃん。あ、砂です。置いてください。で、どうしようかな。ここにでも置けるもんな。こことか。いや、いいね。か、うわー、なになに、これ、川がつながったじゃん。川つながっちゃったね。美しい。いい庭だよ、もうこれは。岩買います。はい、岩を買います。この一番いい岩。いいですね、船石。置きます。で、こう、こう。はい、うん、うわー、素晴らしい。この庭ちょっと見たいもんね、実際に。これ取りました。お、OK、だ。いや、もうだから同じ、全く同じやつだよ。捨てましょう、うんうん、これは私の未来の庭のため、うん、そして徳を改めて積み直します。来、うん、い。あ、また砂だ。砂でした。あ、特殊なやつ引いたね。つなげがあるならつなげるか。うん、いいと思う。徳を積みます。そうしましょう。はい、はい、じゃあ続いて、じゃーん。の、あ、同じじゃん。私が引いたやつだ。あ、でも、あ、つながる。いつ、あーあーあー、ここが途切れる。美しくはないね。美しくないね、うん、仕方ないからもう置いちゃいます。はん、そして徳を積みます。はい、どうぞ。じゃあ引きます。まずは、いいよ。えい、あ、苔だ。うっ、あー、いらないよ。でも私もこの苔いらないね。置けない。取っときます。いいな、じゃーん。おー、これです、うん、まあ砂タイルはね、使いやすいですね、うんうん、普通の砂だ。駒を移動させます。じゃん。うんうん、はい、で、終わりです。えい、お、え、待って、つながる。なんかこれ仕組まれてます。こんなことってある？よくないか。え、私これできるよ。いや、うわ、美しい。私来てるわ。来てますね。よし、じゃあこちら。おお、あ、まあね、まあ、悪くない。無難にね、うん、置きやすい。置きやすい、置いていこう。うん、そして私は移動します、うん、どうぞ。お、はい、これ、あ、ただの砂が。すぐ石買っちゃうんだから。あ、え、繋がる。で、そう、うん、石を買う。いいよ、買いな。買う、で、買って、ここに置く。あ、いいですね、素晴らしいと思います。続いて私、こちらです。あ、無難なね、砂ですね。やっと無難なのが。いや、やっと無難なターン来ましたよ、うん、じゃ、とりあえず横にね、並べていきます。不正石を買おうかな。うんうんうん、黒を選びます。これ、高級感。高級感あふれる感じで、かわいい。はい、というわけでゼロに戻します、うん。
えい、あ、おお、半円を引きました。うん、ここに入れました。わー、いいね。あ、ここを積みます。うん、はい、はい、続いて私、じゃん。あ、またいい無難なのが来たね。砂続きますね。うん、そして私は徳を積みます。大きい苔来い。もうダメだ。はっ、待って。あ、ただの砂でした。おお、あと2つで終わりだね。本当だ、ぐいぐい行くけど大丈夫かな。うん、ここに大きい苔が来なかったら終わる。まあね、でも今のところすごく美しい。じゃあ続いて私、うん、あ、お、いらない。いらないね、それ。いらない。すごくいらないね。徳を捨てて、うん、捨てます、うん。見えないんだよ、完成が。でも移動させます。うん。はい、どうぞ。はい、じゃあ広瀬のターン。苔、大きい苔来い。いや、それなんだよ。やっぱね。いらないね。いいや、でもマリンカも徳を捨てたし、1個。私も捨てる。そうね。じゃあ進めます。はい。はい。じゃん。お、あ、まあ無難にね。無難なやつ。はい、もう冒険しないわ私。一回横石を置きます。お、さっき狙ってたこれをこの真上に置いて、うん、自分を移動させる。うん、苔、苔、いや来ないんだよ本当。あ、うん、いらないな。いらないね。広瀬ちゃんの気持ちは分かったよ。うん、マリカルールを使おう。何それ。これ私のお家だけでやってるルールなんだけど。何それ。なのでちょっと私が今探すね。何それ。そこに、どこにあったの。そこにあるべき、いいの、そこにあるべき苔を探すよ。いいの、何そのルール。や、優しすぎん。そこです。うん、これだ。わー、そんなバカな。奇跡じゃん。はいよ、もう黙って。これ見て、解散水ファンが怒らない。いや、そんなことない。あのね、ゲームっていうのは自分ルールがあってもいいんです。うん、そう、それがね、ボードゲームだけの。そう、テレビゲームだとさ、自分ルールって作れないでしょ。ボードゲームは自分ルールが作れるっていうのも醍醐味なんです。ありがとうございます。そうだ、オッケー。はい、はい、ターンエンド進みましたね。うん、じゃあ私は徳を積もうかな。どうぞ。うん、引きます。あ、なんか、あれ、あ、来た。あ、あ、繋がってないような。どうしようもないな。どうしようもないやつだったか。うん、これ以上こだわったらだって私たち家に帰れなくなるよね。まあそうだ ね、今日夜を明かすことになる ね。スタッフさんも家に帰れなくなっちゃうから。まあ、そういうことになる。マリンカルーン。最後の一枚を見つけよう。いや、これはね、いい、でも正直、うん、完成した姿が見てみたい。うん、そこです。これいります、この。わーい、見てくださいよ、すっきりしたでしょ、みんなも。すごい、1個丸ができたよ。はい、そうなんです。じゃあこれを、お、置きますね、ここに。ここに置くわ。わ、いいね。うん、いい置き方するね。いかがでしょうか。というわけで、うん、ゲーム終了です。終了。お疲れ様でした。Check the mic and make sure it sound right。全部で9項目ありますので、ね、一つ一つ計算していきましょう。はい、砂の基礎点です。庭園上の砂タイルのみで構成されている最大の長方形、一つ分の面積のタイルの数を数えてください。はい、私だったらここですね。この 2×3 の2×3 が6だから6枚のタイルになります。うんうん、というわけで6点ポイントを加算します。広瀬ちゃんはね、もっと大きい長方形があるね。あ、そんと、これこれ、うん、砂のタイルになるのね。ここ、そう、そこになるね。これ何点？ 2×5 だから10点。わー、うん、そして続きまして、うん、2、苔の基礎点です。うん、庭園にある苔タイル1枚につき、うん、2点獲得。数えてください。1、2、3、4、5、6、7。わー、すごい。私は4です。4? 4×2 なので、うん、8。私は7なので14マス進みます。では続いて3つ目、はい、対称性ボーナス。これはね、あの、横一列の5枚が左右対称になっている場合、1列につき5ポイントっていうことで、すごく難しいことをね、課せられてるんだけど、ないね、2人ともないので、スルーします。
4、うん、渦ボーナスの半円とか深円ができてるかってことですね、うんうんうん、深円できてる、これ深円、そうだ、1個できてるので、うん、その深円を作るタイル、うん、構成するタイルかける2点獲得することができます。8点、8点ってことだね、うん、半円ボーナスに行きます。半円を構成するタイル枚数かける1ポイントです。これうん、それ 2だね、うん、はい、というわけで2ポイント獲得です。5、うん、サモンの評価、サモン、つながっていないタイルの境界線1箇所につき2点の減点となります。1箇所、2箇所なので、あ、3箇所ある、3箇所もってことは6ポイント減点だ。広瀬ちゃんは一つもない、一つもないでしょ。ボーナスとして7点、うん、いいの、そう、獲得することができます。マリンカルールだったけど、いいの、どうぞ。半分こする点数、そんなことしてくれるの、うん、だってマリンカルールで私綺麗になったから。え、広瀬ルール、広瀬ルールでマリンカルールで得たポイントは半分こ。おーいいね、広瀬ルール、うん、7割にどっちが4ポイントかな、端数じゃんじゃあいいよ、3ポイントでいいよ、うん、じゃあ3ポイントあげてもいいよありがとう6、石の基礎点です。庭園に置かれている石、うん、1種類につき2点獲得することができます。種類をね、後ろでこうやって確認してみてください。はは、私は1、2、3、6ポイント足します。1、2、3、4、5、6、広瀬ちゃんは、私ね、2種類かな。 OK、 だから4、4ポイントになります ね、 ね。続いて7個目、石組みの評価、庭園に配置された石の組み合わせによってボーナスを獲得できます、うん、まず最初に斜め置きボーナス、これね、2人ともできてるんですよ、うん、この 3×3 のタイルに1列ね、うんうん、斜めに置けてるということなので、うん、この斜め置きボーナスで7点獲得です。続きまして、船石ボーナス、これ出た、やったー、広瀬ちゃん3点獲得できます。3点獲得してるよね、うん、してる。1、2、3、はい、8個目ですね。8個目のルール、うん、自分の名店カードの図の通りに石を置いていた場合、カードを公開し記載された勝利点を獲得できます。はい、どうでした、できてないの、私もできてない。あ、そうなんだ。はい、そして最後に、うん、得ポイント、はい、得ポイント1点につき1ポイントもらえるんですが、あ、何かここにいたよね。じゃあ私2点加算されます。おー、得も積むのが大事なんだね、うん、広瀬ちゃんはゼロだったっけ。ゼロだった、オッケー、うん、というわけで、はい、以上9項目でした。大声優プレイでは、うん、広瀬ちゃん何ポイントですか。広瀬はですね、46ポイントです。そして河野が32ポイントということで、広瀬ちゃんの勝利の衆、枯山水の美しさ、これが日本の情緒じゃ。ありがとうございます今回ボードゲーム会ということでしたが、うん、広瀬ちゃんいかがでしたか。楽しかったです。なんかもっと長く遊べちゃいそう、うん、なんか他のボードゲームもやってみたくなりました。 あ、うん、ありがとうございます、うん、その際にはまた来てください、うん、はい、行きたいですぜひ何回でも、はい、はい、それでは河野万里香の声優プレイ、また見てくださいね。